皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、チェタンです。今回の動画ではロイドとヨルさんの2枚目のスチルをゲットすることができました。スチル獲得の際、アニメ風のイベントシーンが流れるのですが、どちらも面白かったのでぜひ見てみてください。また動画後半では大富豪のミニゲームをプレイしています。キノコの山子とエミールが珍プレイをかましてますので、こちらもぜひ見てみてください。それではスパイファミリーオペレーションダイアリー実況プレイパート16やっていきます。本編どうぞ。はい、いつも通りダミアンと先生とベッキーと話していきます。ダミアン様、あいつさっき授業で居眠りしてましたよ。まあ、アーニャいつも居眠りしてるからね。まあバレるよね、そりゃ。気づかれていた。気づかれないと思う方がどうかしてるぜ、マヌケ。いやいじめだよね、これ。ほぼもよだれの跡つけてやんの。だってよく不登校にならないわ、アーニャ。あ、なんか煽ってる笑顔してきた、ダミアン。今こそ必殺の。やったれ、やっちまえ、アーニャ。殴ったらダメよ、アーニャちゃん。は、危なかった。さあ、まだ半分ぐらいあるね、ダミアン。次のスチルまで。さあ、先生。ん、どうした。あら、どうしたの、アーニャ。フォージャいじめられすぎてとうとう泣いちゃった。勉強、あ、勉強か。わからないところある。自ら教えを請おうとするその姿勢、ベリーエレガントだ。エレガントだね。私が分かる範囲なら教えてやろう。全部って言うんじゃない、これ。この数字が分からない。違う、数字、うん、これは分数か。この問題はこの数式を使って。あ、なんかヘンダーソン先生、数学も教えれるんだね。なんか歴史のイメージだったけど。こうなるわけだ。つまり回答はもう分かったかね。分かった。3分の3。全然分かってない。教育難しい。さあ、ベッキー。ねえ、アーニャちゃん、昨日のドラマでね、サーリントラブかな。あいつらまたしょうもない話で盛り上がってますね。何なんだこの3人は、いつも絡んできて。実習してるのかと思えば。ちゃんと勉強してんすかね、あいつら。さあな、あいつはどうせまた寝てるだろ。さっきの続き、これ。ちゃんと自習してる。自習っていう、かわいいね。そうよ、そうやって決めつけるなんて最低。今日はたまたま起きてただけだろ。そうですよね、あんな庶民にかまってないで勉強しましょう、ダミアン様。何よ、キノコ頭め。言ったのはそっちじゃない。あいつらのことなんか気にしないで勉強しましょう、アーニャちゃん。あのキノコ頭とタケノコの里頭め。うい。よし、写真撮ろう。あっちはもう撮ったはず。この前撮ったやつだよね、これ。そうだよね、オッケーオッケー。これ同じようなのが2個あるね。どっちも撮ってないんだっけ。あ、1個撮ってる。あ、じゃあもうあとここラス位置ってこと。はい、ナンバー16。お、この3人組出てくるの珍しいね。アングルどこですか。たたたたた。ズームズーム。笑われてる？もしかして。え、なになになに？余裕の笑み。ああ、いいんじゃない？この感じ。このタイミングといい。ちょ、もう一回もう一回もう一回。これちょっと音声知りたいよね。どんな話してるんだろうね。なんか話して、なんかバカにされたけど、余裕の笑み。あれ？タイミングないんだ。タイミング違う、これ。まあまあまあ、こんな感じの写真でいいんじゃない？ちょっとキノコの里が見えてないけど、奥のね。まあいいでしょう。はい。どの方がいいかな。え、これむずいな。1番と3番、これどっちがいいだろう。うん、どっちがいいでしょうかね。これはちょっとね、後ろのキノコの山が見えてない。こっちは3人とも映ってる。どっちにするか。
アーニャ帰還。おおかえりなさい。おかえり。いや、このマリンワンピースレッドとこの髪型は可愛くない？可愛くないですかね。まあ話していこう。またやってしまいました。え、ヨルさんどうしたの？必殺パンチブガーン、すごい破壊力。あー、そういうこと？なんか壊しちゃったってこと？煽ってるけど、アーニャ。それ壊したのですが全然慰めになってないからね、アーニャ。こんなのは到底普通ではないですよね。やばい、慰めてあげて、アーニャ。よしよし。アーニャさん。アーニャ、強くてかっこいい母好き。アーニャさん、ありがとうございます。いい関係性ですね。お、たまった、たまりました。ヨルさん、アーニャ、母のお手伝いする。2回目だね。本当ですか？してる。ありがとうございます。とは言ったものの、包丁などは危ないので、危険じゃないものを手伝ってもらいましょうか。アーニャ、でも手伝ってもすぐ汚したりしちゃうからさ。洗濯物を畳んでもらえますか？うい。なんか BGM いいねまだ小さいのに家事に興味を持つなんて、アーニャさんは偉いですね。ユーリもロイドの教育のおかげだ。私のお手伝いをしてくれて。どうしたどうした。どうしたの。どうしたの。上手にできない、ぐちゃぐちゃになるかわいいな。初めはできないものですよ。それじゃあ気分を変えてお皿洗いをお願いできますか？お皿洗いはちょっと危なくない？任せろ。ユーリが初めてお洋服を畳んでくれた時を思い出します。あー、やっぱり。アーニャさん、大丈夫ですか？かわいいお皿割れちゃったごめんなさい。お怪我はありませんか？危ないのでここは私が片付けますね。アーニャ役立たず。これがなんかちょっと可愛いからこれにしよう。アーニャ役立たず。そんなことありません。アーニャさんが手伝ってくれて嬉しいです。今から少しずつできるようになればいいんです。それに失敗は成功のもとって言いますからね。いい母親だね。アーニャ頑張れ。いい子に育つよこんなの。あー、いいスチルだねこれ。いいねこれ。ですね、こうするといいですよ。おお、母すごい。アーニャもささっと片付けられるようになる。はい、一緒にできるようになりましょうね。父が帰ってくる前に終わらせてびっくりさせる。母、次はこれ。はい、お願いしますアーニャさんと一緒だと楽しいですね。なんてなんかこう幸せな気分になる。なんか BGM もいいしさ、めちゃめちゃいいスチルだったねこれ。エージェントサングラス夜追加、カラーバリエーション追加で、ステップ3になってるから、まだもう一回夜さんとの思い出のスチルあるんだね。楽しみだそれは。あれ、あ、これか。いいスチルだね、これ。かわいい。アーニャかわいいし。いい関係じゃないですか。これロイドもね、次スチル溜まるんで、見てみましょうか。よっしゃ、アーニャ。宿題でわからないところを教えてやるぞ。今日は何の宿題だ？あ、何の宿題ですか？全部、全部にしよう。全部。全部か。わかった。よし、今日は理解できるまでやるぞ。わ、やばいかも。それではお飲み物を入れますね。ココアでお願いします。お、ロイドもたまった。勉強してる。手が止まってるぞ。そこはさっきもやった公式を使って
基礎はできてきているが、大幅な点数アップにはつながらない。俺の教え方が悪いのか。ちょっと鬼すぎるんじゃない。こいつが何につまずき悩んでるのか。理解してないところを俺が理解できてないから。アーニャが勉強できないから父困ってる。頑張らないと。やっぱりこう人の心読めすぎちゃうのもさ、ま、ちょっとあれだよね。ある意味ストレスだよなこれ。慌てなくていいからしっかり読んでとけ。あばばば。何をそんなに慌てる。ケアレスミスが増えてる。ああ、もうすぐスパイアニメの時間か。だったら集中してさっさと終わらせないとな。これはさっきできた問題の方法。ずっとぐるんぐるんしてる。まずは問題をちゃんと読んで理解するところから。理解むむむ。理解むむむにしよう。理解焦らなくていい。さっきはこの問題ができたんだ。落ち着けばできる。いいか、間違えることは悪いことじゃない。次に同じところで間違えないようにすることが大切で。うい、アーニャ頑張る。頑張れアーニャ。少しずつだができるようになってる。ただ寝てないよアーニャ。感染集中力が続かない。寝てるよねもうアーニャこれ。頑張る頑張る。寝言だよねもう今の。寝てる。終わらせないとテレビはお預けだぞ。さノートにさもう何もねぐにゃぐにゃって書いてる。そうだいいぞ。子供のやる気を出させて分かるまで根気強く教える。それを世の中の親はやってるのか。大変だな。おいアーニャ、寝てしまったか。今日は頑張っていたしな。アニメは録画しておいてやるか。これでやっとアニメ見れる。寝てんのか起きてんのかどっちなのかよくわからんなこれ。はい、ありがとうございます。チルゲット。よし、じゃあ写真撮ろう。ここはあれ、ここさっき撮ったところじゃないのか。違うくんだね。もう一回ちょっとナンバー3じゃやってみよう。はい。ヨルさんがいて、アングル探せ。あったあったあった。お、かわいい、下に隠れてる。見つかってんのかな、これ。アーニャびっくりしてる。見つかってるのかな、これ。見つかってるってこと？これは今、ロイドとヨルさん喋ってるんだよね、きっと。で、その間に、こう、なんか様子を見て、下に隠れると。で、しめしめとなってるところで、ちょっと見つかっちゃうんだね。これ見つかってるってことなのかな？バレてるみたいな。アーニャバレてるみたいな感じなのかな？さあ、これ写真どうしようかな。ズームいっぱいにズームしてもこうだから。あ、これで収まる感じで、この辺で撮るか。はい、アーニャがもうびっくりした瞬間の写真で、机の下でかくれんぼ。まあ、もういいかな。お、なんかこのページコンプリートしたね。これはほぼどっちも同じだね。こっちも同じだな。まあ、1枚目にしようか。はい、フォージャー家も右上見ると全部で20枚のうち14枚登録と。結構埋まってきたね。ここのページ全部埋まったし。あ、こっちはまだ半分埋まってないのか。いっぱいあるね、こうやって見ると。はい、じゃあミニゲームの時間に進みましょう。そろそろご飯の準備をするか。大富豪やろうか。大富豪以上で、うん、やっていこう。お前に力の差を思い知らせてやる。
よし、大富豪を目指していこう。まあ当然アーニャと。あ、ベッキーいる今回。お、強いんじゃない。まあまあジョーカーはないけど。あ、おい、キノコ。キノコの山、調子乗るなって。そこで。おい、キノコの山、調子乗るなって。これ、キノコがさ、あれかな、ジョーカー持ってるのかな。ジョーカー持ってたらダミアンとかベッキーって出すのかな。どうなんだろう。こいつだ、これでどう。エース。さあ、パス。これで2が3枚出たから、あ、ちょっと。誰かがジョーカー、なんだなんだ、ダミアン。この辺か、なんだなんだろう、強いのか、そんな手札。上かしら。ウスス。キング3枚ってあった方がいいかな。キング出して誰かにエース出させるみたいな、そういうのもありか。どうだ、パスね。さあ、エース出してきました。もう少しだ。お、2枚出ししてきた。2枚出し。まあキング2枚出しちゃうか。これは絶対大丈夫でしょう。さあ、ジョーカーをね、誰かが持ってるんだよ。まだ出てないんだよ。とりあえず一番弱いところで出してっか。この辺か。え、これとか。エース出したら誰かジョーカー切るかな。もう一枚攻めでいこうか。あ、これ何、ジョーカー誰持ってんのこれ。どうだろう、これこの手札勝てるかな。なんか怪しいよな。あと少しで上がりね。さあ、みんな残り5枚ぐらいになってきましたと。これエースで多分バー流せるんだけど、7出して。いや、変な残り方しちゃうよな。キノコの山、なんだ最速してきやがって。これさ、ジョーカーないの？ジョーカーないってことある？これ。これでどう？これはパスしようかな。パスだ。え？よし、上がってやる。これは、いや、ジョーカー持ってんのかな、誰か。いいの、ジョーカー。出せ、パス。え？マジ？ 2 で流して10で終わりでいい？これ。え、ジョーカー出てないよね。ジョーカー出されるってことあるかな？まだ決まらないのか？キノコの山。そうやって焦らすんじゃないよ。まあ、2で流せる感じ。あ、パスしかできないじゃない。これ、ジョーカー誰も持ってないのか？ちょ、最後に超能力使おう。ジョーカーいつ使おうかな。え、強っ。キノコバカ。ジョーカーで流して8切り3枚で9で上がりじゃん、こんなの。キノコバカだな、さては。でもあれか、ダミアンが上がるまでは上がれないと思ってんのかな、このキノコ。はい、アーニャ上がり。やっぱそうなんだね。え、なんかジョーカー誰も持ってないってことあるのかなって思ったけど、やっぱジョーカーはあるんだね。これかしら。さあ、ダミアンがあと1枚。パス。ダミアン最後の1枚何なんだろう。いけ、8切り。これ8、8、ジョーカー。あれ、もう終わりだよね、これ。ラストジョーカー、これもしかして。え、これさ、最強のダミアンへのアシストだね。ダミアンはこれで、もうベッキーが大貧民確定だもんね、これ。ほら、終わりだ。そして今回最後には5を持ってるダミアン。毎回さ、前回最後に4、1枚持っててさ、今回5、1枚でさ、大貧民とか最悪。ダミアン、ダミアン大富豪下手か。え、なんかさ、ベッキーでかくない？ベッキーってこんな背でかかったっけ？なんかその、カメラからの距離の問題、これ。めちゃくちゃ今、ベッキーが大きく見えてる。はい、大富豪だから、これ金の福引券ゲットじゃない？やったー、いっぱい PP ゲット。はい、金の福引券もゲット。やったね。
ピーナッツコースコンプリート。はい、じゃあ次のお出かけまであと1日で、これまあこれから寝て次の日ビーチに、初めてだね、初めてのビーチにお出かけ行ってきます。じゃあ今回の動画はここまでにします。ここまで見てくださってありがとうございます。また次の動画も見てください。バイバーイ。